珍しい動物、マレーシアのホスピタリティ、動物との触れ合い、ドキドキ、ワクワク、アドベンチャー。こんにちは、ケイママです。今日はマレーシア最大級、マレーシアで大人気の国立動物園、ズーネガラをご紹介します。今回は自家用車で行き、駐車料金は10リンギットでした。動物園へのアクセスは説明欄に記載しておりますので、そちらをご覧ください。この動物園はマレーシアのトゥンク・アブドゥル・ラーマン初代首相によって約59年前の1963年11月14日に開園しました。道路状況にもよりますが、クアラルンプール中心部の KLCC から車で約20分ほどの距離にあるこの動物園は、広さが110エーカー、約45ヘクタールあります。東京ドーム約9個分です。開園時間は午前9時から午後5時までです。入園料はマレーシア人と外国籍、年齢によって異なります。こちらがチケット売り場です。入園券の購入時、身分証明書の提示が必要になります。とても広い動物園なので、ベビーカーを持参しました。マレーシアの入園チケットは腕にリストバンドをつけるのが一般的です。息子は入園無料なのでリストバンドはありません。息子がリストバンドを欲しがっていたので、少しバンドの端を切って息子の手の甲につけてくださいました。心温まる対応をしていただき、息子は良い一日を過ごすことができました。入り口にはお土産屋さんや売店、記念写真ブースがありました。この広大な動物園には476種5137点もの動物がいます。こちらがトラム乗り場です。このようなトラムで園を一周します。トラムの乗車料金もマレーシア人と外国籍、年齢などによって異なります。入り口で撮影した写真はトラム乗り場横のこちらのお店で購入できます。前夜に雨が降ったので、ところどころ水たまりはありますが、地面はきれいに舗装されているので、とても歩きやすく、ベビーカーも押しやすかったです。朝からとっても元気のいいお猿さんたち。朝は涼しく人も少ないので、野外散策には絶好のタイミングだと個人的に思います。朝に緑を見ながら新鮮な空気を吸うのはとても気持ちがいいですね。こちらはチルドレンズワールドです。小動物に触れ合えます。愛くるしいモルモットがいました。ここでは動物に餌やりが体験できます。餌代は気持ち寄付させていただきました。餌はサヤインゲンと人参のスティックでした。この餌はチルドレンズワールド内の動物だけに与えることができます。息子は動物を怖がることなく餌やりを楽しんでいました。ウサギやカメもいました。カバが優雅にぷかぷか水に浸かっていました。マレーシアの NGO 非政府組織のマレーシア動物学会によって管理されているこの動物園では、動物によってはスポンサーがついているようです。どの動物も維持費高そうですよね。こちらはガビアルというワニの一種です。まだ寝ているのでしょうか。全く動きませんでした。バラシンガジカ、こちらはハチの博物館です。お食事中のカピバラ、角が立派なインドヤ牛、ベアコンプレックスです。ここにはいくつかの種類のクマがいました。マレーシアサンベア、大きな金のネックレスをしているみたいじゃないですか。ブルネオ島やスマトラ島、マレーシア半島の熱帯雨林に生息しているそうです。楽しそうに元気に遊んでいました。
ベアコンプレックスにはその他にもツキノワグマやブラウンベアがいるそうです。少しお顔が見えました。園内にはいくつかの自動販売機がありました。冷たいミロやコーヒー、ソフトドリンクなどが1本3リンギと50セントで販売されていました。マレーシア紙幣の挿入口が設置されています。黒と白のツートンカラーが特徴的なマレーバグ。黒と白はっきり色が分かれていますね。どこへ向かっているのでしょう。朝食タイムのようです。この飼育員さんが運んでいるのはワラビーの餌でした。短い手と口を使って餌を器用に食べていました。毛並みが綺麗ですよね。この猿は飼育されている猿でしょうか、それとも野生の猿なのでしょうか。ここにはさまざまな爬虫類がいます。大きなリクガメがいました。入館前に手を消毒します。エアコンが効いており、とても涼しかったです。色鮮やかなヘビや水オオトカゲがいました。マレー語と英語の案内もあり、とても勉強になります。世界最大の毒ヘビ、ヘビの王様キングコブラ、世界第5位の長さのビルマニシキヘビ、セイルフィンウォータートカゲがいました。西アフリカ小人ワニ、小人のように小柄なワニですね。マスクをしていると少し息苦しいのでマスクを外しました。マスクをしている方もたくさんいらっしゃいました。ベンガルヤマネコです。サーバルというネコ科の動物です。こちらはブラックパンサー、黒ヒョウです。隠れているのでしょうか、見つけられませんでした。大好きなフラミンゴはずっと見ていられます。子供たちの大好きな動物がいるサバンナウォークへ。石に動物のアートが描かれていました。休息中のシロサイです。シマウマがいるようなのですが、確認できませんでした。それにしても都心部近くにこんな壮大で自然豊かな動物園があるんですね。動物を間近で見ながら食事ができるレストラン。よく見かけるこの白いお花、なんていうお花でしょう。とっても可愛いです。動物園の人気者、キリンがいました。お食事中のようです。動物を見ていると心が穏やかになりますね。
鳥のさえずりを聞きながら緑の中を歩くのはとっても気持ちがいいです。ずっと会いたかったジャイアントパンダにもうすぐ会えます。遠足で来ていた子供たちがパンダを見に行ったので、しばらく別の動物を見に行くことにしました。娘が通っていたマレーシアの幼稚園でも遠足があり、動物園に行っていました。マレーシアといえば、オラウータンと思われる方も多いかもしれませんね。オラウータンの語源はマレー語の森の人です。マレーシアを象徴する動物の一つです。オラウータンの向かいにはチンパンジーがいました。こちらがチンパンジーファミリーです。いよいよジャイアントパンダに会いに行きます。世界中の動物園にいるジャイアントパンダが紹介されています。日本にはたくさんの動物園がありますが、日本でジャイアントパンダに会えるのは現在3施設だけです。熊やパンダの等身大パネルがあり、並んで写真撮影ができるので、楽しみながら動物の大きさを学べますね。マレーシアのジャイアントパンダは、フードパンダがスポンサーされているようです。世界の熊についてや、骨格の標本があり、とても勉強になります。こちらがジャイアントパンダの骨格です。ジャイアントパンダの生態系についてマレー語と英語での案内がありました。白と黒の愛くるしいジャイアントパンダはマレーシアでも大人気です。寝ているのでしょうか？それともポーズをしているのでしょうか？全く動きません。マレーシアの国立動物園には現在2頭のジャイアントパンダがいます。メスのフェンイー、美しいフェニックスという意味だそうです。オスのフーア、ラッキードールという意味だそうです。2頭のジャイアントパンダの違いなどが紹介されていました。こちらがもう1頭のジャイアントパンダです。ジャイアントパンダが黒と白になったチベット伝説が紹介されていました。お土産屋さんや食事ができるパンダカフェがありました。マレーシアのガールがいました。艶があり綺麗なガールですね。
次に子供たちが楽しみにしていた象です。こちらには2頭の象がいます。いつも動物図鑑で象を見ていた息子は、本物の象が動く姿を見て喜んでいました。珍しい動物がいました。日本では大津の牛と呼ばれるアフリカルワンダの牛かアンコーレという牛です。こちらはバンテンというカンボジアやインドネシア、マレーシア、ミャンマーなどの森林地帯に生息する牛科の動物。迷子になった。迷子になりました。どうしよう。みんなどこだろう。背を向けて横になっているのはホワイトタイガーです。虎に関するクイズの答えのようなのですが、クイズが見当たりませんでした。遊泳中の虎がこちらに向かってきます。残念ながら今回はホワイトライオンには会えませんでした。アフリカライオンは大きく貫禄がありますね。ここにもマレーパグがいました。暑いからでしょうか、木陰でじっとしていました。鹿に餌やりができるスポットです。マレーシアの初代首相の名前がついたトゥンク・アブドゥル・ラーマン・レイクです。こちらは鳥小屋です。鳥小屋内でのゴミのポイ捨てや喫煙、餌やりは禁止です。クジャクが羽を広げていました。羽の色鮮やかなコントラストが美しいです。コウノトリがいるようです。誘惑の自動販売機。こちらではお菓子も販売されています。よく歩くので小腹が空いた時に便利ですよね。ちなみに今回9501歩歩きました。ここにもキリンがいました。これはキリンの高さでしょうか。ここはキリンとの距離がすごく近かったです。キリンに関するクイズもありました。回しながら答えを見つけるようです。楽しみながら学べますね。ここは生物多様性ガーデンです。カエルがいるそうなんですが、いないですね。それにしても水草がとっても綺麗に生えてました。とてもユニークなカエルがいたのでご紹介したいと思います。こちらのカエル、びくともしません。アフリカンツメガエルというカエルだそうです。お土産屋さんには可愛い帽子やグッズが販売されていました。大きな水槽には様々な魚が泳いでいました。水質汚染や地球環境問題について改めて考えさせられました。可愛いペンギンがいました。ここではアニマルショーが開催されています。入り口にはマレー半島の先住少数民族オラン・アスリーについてや道具、工具などが展示されていました。マレー語でオランは何々人、アスリーは本来の元々のという意味です。このアクアリウムでは山の上流から海までに生息する
魚や生物を展示しています。湿地での漁業、農業、灌漑、交通についての資料が展示されていました。とても見応えがある動物園でした。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。